今月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります肥後銀行宮地支店にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、お名前と年齢を教えてください。宮崎慎太郎です。24歳になりました。はい。宮崎さんは肥後銀行に入られてもうどれぐらいが経ちますか？去年の4月に入行しました。はい。じゃあまあ10ヶ月が過ぎたあたり、はい、10ヶ月過ぎたぐらいです。はい。いつもはどんなお仕事をされてるんですか？昨年の12月からそれまでは窓口にいたんですけど、12月からちょっと融資係っていうローン相談などの受付の仕事をしています。はい。宮崎さん、もともとは出身はどちらですか？出身がもともと阿蘇で、はい、阿蘇市の役員丸です。はい。じゃあ今も役員丸に？今も実家から通ってます。はい。じゃあお客様の中にはお知り合いの方とかも結構いらっしゃるんじゃないですか？そうですね、友達だったり、友達のお父さんお母さんだったりとか、近所のおじちゃんおばちゃんだったりもご来店されます。まあ偶然にも宮地支店にね、配属されたということですけれども、やっぱりこう地元で働くっていうのはいかがですか？そうですね、やっぱり最初はちょっと嫌だなとか思ってたんですけどやっぱり地元の知ってる方とお話ししたりだとか、やっぱりそういう人たちのために働けてるんだなって思うと、やっぱ最初は阿蘇でよかったなって思います。普段お仕事ではどんなことを心がけていらっしゃいますか？そうですね、来たお客様にこう元気を与えられるような笑顔で接するようなことを心がけています。はい。もうとても素敵な笑顔だと思います。はい。では少し個人的なこともお伺いしたいんですが、現在24歳ということで結婚願望とかはいかがでしょうか？そうですね、その特にこういう結婚がしたいとかないんですけど、まあ30くらいまでには結婚できたらなと思います。どんな人がタイプですか？そうですね、まあ、元気が良くて明るくて、でこう一緒にいて楽しい人がやっぱりいいですね。はい。じゃあもしそんな人と阿蘇市デートするなら、まあ、地元ですからね、いろんなスポットをご存知だと思いますが、どこに行きましょうか？そうですね、まあうちがある宮地支店の隣にこう素晴らしい門前町商店街っていうのがあるので、そこを歩いて阿蘇神社でお参りして、で阿蘇山登って阿蘇市の街並みを見たいです。とても素敵なデートプランだと思います。、ね、お店のこともしっかり PR されましたので、では最後にカメラに向かってお勤めの肥後銀行宮地支店の PR をお願いします。肥後銀行では熊本地震で被災された皆様のお手伝いやサポートをさせていただいております。銀行というとなかなか来づらいかなとは思いますが、気軽に何でもご相談に立ち寄ってください。今月のフレッシュマンは、阿蘇市宮地にあります肥後銀行宮地支店の宮崎さんをご紹介しました。では最後にカメラに向かって決めポーズいきますよ。はい、はい、せーの、フレッシュマン。